君は月夜に光り輝くは、佐野哲也による日本の小説。2017年2月にメディアワークス文庫より刊行。2019年2月には、主人公たちのその後を描いた続編となる短編集、君は月夜に光り輝くフラグメンツが、メディアワークス文庫より刊行された。略称は、君月。発光病という不治の病に侵された。 女子高校生が残り少ない生命においてやり残したことを偶然病院にやってきた同級生の男子高校生に代行してもらうことで互いに心を通わせてゆく恋愛小説である。佐野は本作で2016年に第23回電撃小説大賞を受賞し作家デビューした。2021年6月時点でシリーズ累計発行部数は70万部を突破している。 2019年3月に実写版映画が公開。高校1年生になった岡田拓也は同級生の渡良瀬せまのお見舞いを任される。彼女の病名は発光病。月に照らされると体が光ることが特徴の病気である。原因も不明で治療法もない。しかし難病さえなければ普通の女子高生で他のクラスメートの女子とは比べ物にならないくらい美人だった。 真水に死ぬまでにやりたいことがあると知った拓也は病院から出ることができない真水の死ぬまでにやりたいことを叶えるために手伝うことになった。こうして拓也と死が迫る真水の奇妙な縁が始まったのだった。岡田拓也、拓也の恩人でもある。ダヴィンチにおいて2018年9月号から2019年8月号まで連載された。2019年3月15日に公開。 監督は映画、君の水蔵を食べたいなどを手掛けた、月線賞が務める。同作の主演を務めた、北村匠海と朝ドラ、半分、青い、の主演を務めた、長野メイのダブル主演。ありがとうございます。